ドイツ・フランス合同旅団、または、フランス・ドイツ合同旅団は、ドイツ連邦陸軍と、フランス陸軍との合同部隊。欧州合同軍の指揮下にあったが、2016年7月1日以降、フランス第一機構士団の例下となっている。この合同旅団は、1987年、当時のフランス大統領、フランソワ・ミッテランと、西ドイツ首相。 ヘルムートコールとの会談の結果に従って設立された合同旅団は1989年10月2日、ジーン・ピエールセ戦芸戦将軍の指揮下で作戦が可能な状態に入った。1993年、欧州合同軍が設立されると、その中核として編入され、以来、欧州合同軍の一部としてドイツバーデン・ビュルテンベルク州のミルハイムに駐留している。 従来、フランスの部隊がドイツに駐留する一方、ドイツの部隊がフランスに駐留していなかったが、2009年2月に、フランス大統領、ニコラ・サルコジと、ドイツ首相、アンゲラ・メルケルトが合意した内容に基づき、2010年12月10日、ドイツの不評大隊335人が、フランスのストラスブール郊外の駐屯地で駐留を、開始した。 すでに一部は4月から現地に入っていたが、2012年に全体が揃うと、ドイツ提供分は完全編成の大体サイズである600人規模になっている。ドイツの戦闘部隊がフランスに駐留するのは、第二次世界大戦におけるナチスドイツによるフランス占領の後、初めてであり、両国の歴史的な和解、友好、協力を象徴する。 さらに2013年10月31日には、フランスがドナウエシ進言に本拠地を置く第110不評連隊を2014年に解体し、分部合わせて1000人規模の人員をドイツから撤収すると発表された。それでもなお4000名のフランス軍の人員が独仏合同旅団に、うち500人ほどがドイツ国内に残存しているが、ドイツの国防大臣トーマス・デメジエルは、 この一方的な軍縮に対して遺憾の意を表明した。この合同旅団は機械化不評部隊である。主要な戦闘部隊は、装甲偵察連隊、機械化不評連隊、警不評大隊、さらに機械化砲兵大隊である。フランスは、装甲偵察連隊、機械化不評を提供し、ドイツは、警不評、機械化砲兵、さらに機械化砲兵を提供している。 平坦支援部隊及び司令部は、両国の根性で編成されている。フランス語、ドイツ語で語順が異なるが、いずれも正式名称である。普通流の独軍部隊が正式着任イコール第二次、対戦後初、友好の象徴に。時時 .com。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c。C. g イコール int30&。Int k コール2兆101億2110万1982010年12月12日閲覧。独付表題体、ふっつに正式中流、ナチス占領依頼書。読売オンライン、http www. 読売、cojp、ワールド、ニュース、2010万1211と h t 0 0 5 2 1 htm2010、e、年12月12日閲覧。 フランス,ザス,ンンスンデザルブスシンボリックレジャミントベースドインジャーマニーディフェンジヌズ http://www.difenginews.com アーティクル20131031ディフレグレイ一三国千三十一万十八フランスデザルブスシンボリックレジャミントベースドジャーマニー2015年10月3日閲覧ありがとうございます